ごいね。来た方がすごくないですか。すごいです。これはすごいです。デートで来た方がいいかもしれないですよ、これ。めっちゃ白鳥、白鳥。見てください、実さん。夕日が。すごいですね。綺麗になってきましたよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。イェーイ。はい、じゃあ、しゅんです。まさゆき、福島です。オッケーです。はい、ということで、今日は、なんと、前回ね、あの撮影した、山梨の、山梨の、ちょっと旅、プチ旅、プチ旅男3人旅ってことで、はい、そうですね。ここはどこですか？ここは、男3人にふさわしい、花の都公園です。花の都公園でーす。おー。すごい、お花きれい。すごいね。すごいね。ということで、今日はね、めちゃめちゃ暑いですけど。暑いです。めっちゃ眩しい。ディスタンスと、ディスタンスと、このマスクをね、マスクは必ず、必ずしながら、炎天下の中歩きましょう。はい。はい、熱中症なんだよね。そうだね。お花を楽しみたいと思いまーす。はい、ということで。はい。園内を歩いてますが、歩いてます。暑いっすね。暑いですね。癒されますね。これはこれは素晴らしいですよ。映えてますよ。すごいですよ。これはすごいね。見たことすごくないですか。すごいです。これはすごいです。ナイアガラの滝みたいな。妙人の滝だ。妙人の滝ですか。ちっさん綺麗ですね。これは綺麗ですね。これ映えますよ。映えますね。これは完全に映えてます。これはデートで来た方がいいかもしれないですよ。これそうです、ね、おすすめです。おすすめです。はい、ぜひ皆様、ぜひぜひカップルで、ぜひ。はい、溶岩の何でしたっけ。ここ溶岩展示、溶岩集、溶岩から来ましたけど、すごいっすね。ここなんかリズジアースみたいな感じですけど、すごい。ワインか。ワインが置いてますね。飲みたいですね。メルヘンですね。やりましょう。いい滑り台ですよ。そうですね。皆さんもぜひ。滑らかですよ。滑らかで。お尻の具合も。福士さんがボーンって投げましたもんね。ボーンって投げましたね。ほら、高いっすか。ほら。どうですか。はい。いい動画になるね。なるか。いきますぜ。はい。ジョイヤー。僕には怪我してませんか。大丈夫です。ちょっと肩を痛めました。はい。さあ、花畑ですね。綺麗ですね。綺麗ですね。なんかこのね、やっぱこの都会に我々も疲れてるじゃないですか。はい。こうやってお花を見るっていうのはいいですよね。そうですね。癒されますよ。なかなかこのなんか積極的にお花見に行こうってならないじゃないですか。ならない。でも今ね、でもこの時期だとやっぱ皆さんも結構いろんなストレス溜まってたりとかそうねすると思うんですけど、ここだったらこのディスタンスを保ちながら
癒されますので、お花たちもディスタンスしてるらしいですよ。ディスタンス保ってますからね、それぞれのお花たちが。そう、本当はもっと密集して咲いてるらしいですよ。そうなんですね。確かに素敵なひまわり畑です。すごい、なんかアニメみたいですよね。うん、ちょっと向こうも至ってますけど、ひまわり、あ、これだといいですね。どうでしょう、綺麗ですね。このアニメみたいな雲が素晴らしいですね。花の都公園、はい、良かったですね。良かったですね。まあ一言で本当デート、デートにおすすめ。そうね、はい、そう、なので皆さんもぜひね、来てみてください。はい、ということで、じゃあ何か食べに行きましょうか。そうだね、はい、美味しそうなものいっぱいありますけど、ね、それではパワーアップします。はい、せーの、うわー、ってことで来ました。はい、さあ、いきなりも出てきてますけどもこれ何でしたっけ。ワカサギの天ぷらですって。山の中方面の湖がそこで見えるんですけど、ね、そう、ヨットがそこで取れたやつ。山中湖名物書いてありますもんね。名物だけで見えるかも、ね、お塩出たり食べてみましょう。はい、こうやってかけるのがいいらしいですね。皮の方から、ね、皮の方からね。何でしたっけ。え、なんか何でしょうか、ちょっとわかんないですけど、皮の方からがいいです。ね、詳しくはあの概要欄に載ってます、ね。はい、概要欄載せるんですか。じゃあ食べてみます。はい、おかさぎどうぞ。うまい、うまい、どうぞ。あ、うまっ、うまい、ふわふわでしたもんね。ふわふわですよ。ほら、これは何ですか。きのこたっぷりほうとうらしいですよ。きのこがめっちゃたっぷり入ってるほうとうですね。めちゃめちゃたっぷり入ってますね。うん、美味しそう。美味しそうだけど、僕暑いのダメなんだよね。じゃあ、待ちましょう。待ちで、でーん、来ました。来ました。こちらはうどん定食、吉田うどん。吉田うどんか、吉田うどん、美味しそうです。ちょっと食べてみてください。いいんですか。繋がら、僕もこの、ね、はい、食レポでね、食レポ、はい、行きます。うん、星がめっちゃあるよ。おお、素晴らしい。うん、違いますか。やっぱ違います。ここ冷たいほうとうらしいんですよ。ほうほうって言いました。ほうほうほう、ちょっと食べてみます。はい、うん、おいしい。どうですか、腰の方。腰がありますね。天ぷらとかも大丈夫。はい、天ぷら食べましょう。天ぷら、天ぷらサクサクですね。本当、天ぷらサクサクです。さつまいもがホクホクです。ぜひ皆さんも山梨ではほうとうとかうどんを食べてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ってことでお腹いっぱいですね。お腹いっぱい食べましたね。美味しかったっすね。デザート付きで美味しかったですね。はい、ってことで今これは実は山中湖でーす。めっちゃ白鳥いる。え、めっちゃ白鳥いる。白鳥いっちゃった。めちゃめちゃ白鳥いる。めっちゃ白鳥、白鳥、めっちゃ白鳥って言ったことないですよ、今まで。うん、初めて行った。野生の白鳥っているんですか。これ野生？さすがに野生なんだよ。野生風なのか。野生ゴート。え、あのここに一つ放って。なんかそれだとなんか首輪とかしてあるの。なるほど。ちょっと詳しい。多分ね。最高ですね。キャンプしたいですね。キャンプしたいですよね。はい、キャンプ行きますか。キャンプ行きましょうか。いいですよ。いいですね。見てください、さん、夕日がすごいですね。綺麗になってきましたよ。すごいですね、山中湖が。
なんと福士さん、わあすごい、出てきましたよ。出ましたね。やったー。やりました。さっきまで隠れてたんですけど、うん、出てくれました。最後の最後に出ましたね。はい。ってことでこれはこの前回上がってるということで。そうですね。はい。こんなことがあったんだよっていうのを、はい、知っておいてもらえればと思います。知っておいてもらえればと思います。茜色の指、またご覧ください。はい、この後じゃあ温泉に行きましょうか。おきちゃんも、はい、ワープしまーす。しますか。行きます。せーの、うわっ、おいってことで、はい、最後温泉に来ました。じゃあここで最後癒されて露天風呂入って、はい、やりましょうか。ちょっと露天風呂にカメラ持っていくとちょっと犯罪になるんで、ね、あとは内緒だよ、秘密だよってことで、この先ご想像にお任せしますってことで、じゃあ行きましょう。レッツゴー。イエス。温泉気持ちよかったですね。最高でしたね。最高でした。ということで乾杯。おきちゃん乾杯。無事に富士山も出て楽しい旅でした。またね、次回いろんなとこ行きましょう。行きましょう。ということで富士山とおきちゃんと前田さんでした。バイバーイ。